ギブソン EDS-1275 ダブルネック、ギターはネックが2本あるギター。ツインネックギターとも呼ばれる。3本以上も含めネックが、複数のものは、マルチネックと総称される。このコーデはネックが3本以上のギターについても触れる。6弦と12弦の組み合わせ、6弦と4弦の組み合わせ、フレットレスとフレット付き、あるいはその他の組み合わせも見られる。しかし、 スティックスのトミー・ショーが所有する12弦同士の組み合わせのもの、モトリー・クルーのミック・マーズが所有する6弦同士の組み合わせなども存在する。これはギタリストが持ち替えの手間なしに2つの楽器を切り替えることを可能にしている。ジョーメイ・フィスやラリー・コリンズが使用したものは上部には1、オクターブ上の12フレットからのスケールのギターが、下部には標準のギターがついている。 レッド・ツェッペリンのジミー・ページが天国への階段やレイン・ソングのライブパフォーマンスでギブソン EDS-1275 を使用した。バディ・エモンズはペダルスティールギターのダブルネックを使用。共に10弦使用でネック自体に変化はなく奏者の判断で変更する。ネックが3本、4本、5本といったギターも存在する。 ギターメーカーはマルチネックのベース製造も始めている。多くはダブルネックだがトリプルネックも見られる。ダブルネックベースは、例えば BEAD と DEDA のような異なるチューニングの組み合わせで使用される。また、4弦と5弦の組み合わせもある。ナイアシンのビリーシーンは両ネックとも4弦で BEAD と EADG にチューニングされた。 ダブルネックベースを使う。なぜ、6弦ベースを使わないのかという質問を受けた際に、いつも弾いている4弦ベースのネックの方が、弾きやすいからね。と答えている。トリプルネックベースの有名な所有者は、イエスのクリス・スクワイアで、悟りの境地、アウェイ君マイナスでその化け物ベースを使用している。このベースは、通常の4弦、フレットレス4弦、 オクターブでチューニングされた6弦の組み合わせで、その後はハードロックカフェに展示されている。その他にもトリプルネックベースは存在するが、非常に稀である。johnpauljones.com2008 年3月13日閲覧 piergonella.com2013 年3月13日閲覧 piergonella.com 2013年3月13日閲覧。スティーブ・バイコンセールレビュー。2008年3月25日閲覧。ありがとうございます。